253番です。原点を通る直線電流1メートルあたりに働く力の大きさと向きを求めましょう。これちょっと後でやりますね。原点の電線が受ける力。どうして力を受けるかっていうと、この P にある電流が原点に磁場を作ってるわけですね。これ向こう向きへ流れていますから、右手の法則で向こう向き、向こう向き、周りに4本指の方向の時計回りの磁場ができているわけです。ここには時計回りの磁場ができています。原点には上向きの磁場を作っています。ね、時計回りですから、接線方向、上向きの磁場を作っています。この磁場は 2πR、R は2メートルですから 2πR 分の2アンペアですね。2π 分の1という磁場を作っていて、電線はビールの力を受けているわけです。だから H 使えないので B にしなければいけない。μ 倍しなければいけないんですが、μ が与えられていないんです。ここです。ただし1メートル離れ、1アンペアの大きさの直線電流が互いに平行に流れているとき、1メートルあたりに働く力の大きさは2。これを式にしましょう。1メートル離れていて、1アンペアと1アンペアの電線がある。1メートル。例えばこいつが受ける力は、こいつによって作られる磁場。その磁場の大きさは 2πR、1メートル分の I、1ですね。この磁場によって、ここは、この左側の電線は、ビールの力を受ける。で、B というのはこれをμ倍しますから、μ かける 2π 分の1。これが B です。μ かける H ですね。H が 2π 分の1ですから、これが B です。電流は1アンペア、長さが1メートル。これが2かける10のマイナス7乗ニュートン。というところ、ここから、μ が分かります。4π かける10のマイナス7乗と分かります。したがって、はい、戻りましょう。この場所には H の磁場があって、電流4アンペアの電線が力を受けます。その大きさは F イコール、電線が受ける力はビール。B は μ かける H はこれですね、 2π 分の1、緑の電線が原点に作る磁場の大きさ H、 μ かける H で B です。で、電流は4アンペア、長さが1メートルは消えて、8かける10のマイナス7乗ニュートンとなります。2番です。赤の電線が9に作る磁場、緑の電線が9に作る磁場を合成しましょうという問題です。赤の電線はこちら向きの電流ですから、紙面裏から表向きの電流ですから、周りに反時計回りの磁場を作ります。反時計回りの磁場を作ります。9点には反時計回りの磁場ができてますから、ちょうど水平 X 軸と45度方向に磁場を作ります。一方、緑の電線は紙面表から裏向きの電流、向こう向きの電流ですから、周りに時計回りの磁場を作ります。9点には時計回りの磁場、つまり接線方向は X 軸プラス向きの磁場を作ります。これを合成しましょう。時速密度ですから、μ倍しましょうという問題です。まず、赤の磁場の強さは 2πR 分の I ですから、この距離が2ルート2ですね。2π かける R が2ルート2、電流が4です。2と2が消えて、ルート 2π 分の1になります。一方、緑の磁場は同じく 2πR 分の I に代入して 2π かける、ここ2メートルです。 R は2、電流は2アンペアです。1個消えて 2π 分の1です。
B に直しましょう。 B は μh ですから、 μ は先ほど出しました 4π×10⁻⁷ 乗 h がルート2π 分の 1π が消えてルート2分の 4×10⁻⁷ ルート2分母分子ルート2倍すると2分の4ルート2、2ルート2×10の-7乗テスラです。B の緑の方の B も μh かけると 4π×10⁻⁷ に 2π 分の1をかけてこうですね、 2×10⁻⁷。緑をルート2倍すると赤になるんです。なんか見えてきますね。赤は緑のルート2倍なんですね。つまりここに正方形ができる。こんな感じですね。1対1対ルート2、1対1対ルート2の正方形の底辺が緑、赤がルート2倍という関係です。合成すると、ここに合成されて、こいつが合成された磁場の向きになります。これとこれはイコールですね。したがって、合成された磁束密度は B は緑と同じ 2×10⁻⁷ テスラ、向きは Y 軸プラス向きになります。3番です。Q を通り直線、鉛直上向きに電流10アンペア流した1メートルあたりの力を求めなさい。力はビールです。 B がこの磁場は 2×10⁻⁷、電流は10アンペア、長さが1メートルイコール 2×10⁻⁶ ニュートン、向きですが磁場は電磁、磁場が向こう向き、電流が鉛直上向き、電磁力左向き、X 軸負の向きの力がこれだけになります。